姫様、ラジオの時間です。こんにちは、テレビアニメ姫様拷問の時間です。姫役の白石遥です。今日はなんとなんとゲストが2人も来てくださっています。ゲストさんが登場したら拷問が始まりますので、あーやだなーやだなーなんか毎度ゲストさんが来てくださるために、私は今度は何の失礼をさせられるんだろうなって思いながらオープニングをやっているのでドキドキしていますが、頑張っていきたいと思います。今回はどんな拷問が待ち受けているのでしょうか。姫様ラジオの時間です。始まります。誰だって一人じゃ背中は不安で、この番組は集英社国王軍第三騎士団の提供でお送りします。ラジオの時間です。ルンルン、改めまして白石遥です。今回はゲストが来てくれてるよ。じゃあ挨拶お願いします。まずは中原さんから。はい、ルルン役中原舞です。よろしくお願いします。かわいい。よろしくお願いします。すみません。次は日高さんから。はい、マオモオちゃん演じております日高里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいなんかふわふわしてて可愛い番組に呼んでもらって嬉しいです。嬉しい嬉しい、ありがとう。なんか私たちも声がどんどん高くなっちゃう。なんかあれ釣られちゃう。みんなでやってもいい。どうなんだろうね。いやでも私今日お二人とお話できるのとっても楽しみにしてたんだ。なんか前はね、中原さんと一緒にアベマの生放送に出演させてもらったりしたけれども、うん、やっぱり、うん、日高さんとこうして姫様拷問の時間です、うん、についてお話しさせてもらうことってこれまでなかったかな。そう、今まで実は流れ子現場ではねいっぱいお話はできてたけど、うんうんうん、こういう風に皆さんにお届けするのはねなかったから嬉しい、うん、けどなんか全然目が合わないですけど。なんかね全然目が合わない。私、いつもと違うキャラクターに進行しなければいけないときに人の目を合わせられない恥ずかしくて人の目を合わせられないっていうこういうキャラクターになってしまう。すいません本当に。あ、皆さんお気づきかと思いますけれども、今回の私の指令はまおまおちゃんに負けないくらい可愛くゲストトークをするということです。めちゃめちゃ可愛い、はい、可愛いです。すいません恐縮です。あ、すいません。中原さんと日高さんはあくまでいつも通りで大丈夫です。いつも通りで、はい、はい、すいません様子がおかしいんですけれどもお付き合いくださいませ。はるか、教えてほしいんですけど、うんうん、姫様拷問の時間ですの作品を読んだ時どう思いましたか？答えそうですよね。すいません、すいません、そうですよね。やっぱり作品が決まった時に、うんうん、原作とかって読まれたと思うんですけど、うんうん、その時の印象をじゃあ日高さんから聞いてもいいですか？最初タイトル見た時ってやっぱ拷問って書いてあるし、なんかどんな作品なんだろうと思ったらもうめちゃくちゃほっこり、うん、分かる、もう胸も温かくなるし、うん、もうなんかキャラクターみんなのことが大好きになるし、分かる、魅力的ですよね。 それこそでもやっぱり結構そのメステロと言いますか、うんうん、それを読みながらもうクーってなりながら美味しそうだし、なんなら前回に、ね、私ラジオにちょっとだけ実はお邪魔させてもらって、うんうん、そう着本流前回の私の一人会だった時に、うんうん、最後のエンディングで、チョコ本流を食べに来てくださって、なんか急遽なんかやってるよって聞いてじゃあ入りますって言って美味しかったんだけど放送には載っていないというか、お声は載っていないんですけれども、そうそうそう、実は食べに来てくださった方の中に日高さんもいらっしゃったんですよっていう。最高だったんですけど、そのなんかでクーっていうその白石ちゃんの感情を読みながらも私もいっぱいメッセル食らってました。作品がね本当にこちら側読んでいて拷問を受けますよね。美味しそうなんだよね本当にね。中原さんは
どうでしたか、読んだ時の感想とかって。なんかでもそれこそ私もオーディションをなんか受けたんですよ多分、うんうんうん、オーディションを受けて、でその時に、はい、あこれはあれだなと、あの一人で美味しいものを食べてもぐもぐ、あの心の中でモノローグを言ってご飯を食べていく、あの感じだな、 あの感じあの感じなのかなって思ってたら、孤独のなんちゃらですね、そうそうあの感じかなって思ってたら、あなんか全然違う作品だった。確かに、なんか父ちゃんの、うん、あの一人で美味しいものをあの自分の食べたい食べ方で満喫するっていうあの部分とかは結構孤独のあれ感はあるなって私もあって、うん、あそこのシーンとか大好きなんですけど、うん、やっぱりね姫様を普段拷問する側だから、うん、父ちゃんも美味しいものに詳しくって読んでいてね、とっても魅了されちゃいますよね。ボビがきすごいでもちゃんと可愛くなってるキャラってなってる、すごいなんかリナさん中原さんって呼び方もっと可愛くなるだろう。確かにせっかくね、うん、リナリナとマイマイとお呼びしてもよろしい。全然いいよ。なんで一個追加するの。隣から悪魔の差し込みが入りました。じゃあはるか教えてほしいんですけど、リナちゃんに聞きたいのが、あれリナリナに聞きたいのが、あのマオマオちゃんとっても可愛いじゃないですか。嬉しい。マオマオちゃんを演じるときにどんなこと気をつけてるんですか。でもなんかそのみんなの反応的に本当に可愛らしさにキュンってやられてるんですけど、あんまり狙ってやるのは違うなってなって、なんで結構その本当の子供らしさというか、っていうのは結構大事に、無邪気で作られた感じじゃなくて、リアル感っていうのはちょっとした反応とか喋り方とかにちょっと出せたらいいなって思って。わかります。無垢でけなげなあのマオマオちゃんの感じがやっぱ姫としても、あーかわいいな、いいよ何でも言いたいなっていう風になっちゃうから、もうそれが本当に前はねトレンド入るくらいに皆さんをね、いや本当にぐっと心を掴んでますね。だって表情とかもめちゃくちゃかわいくて、かわいい、そうちょっと負けず嫌いなとことかさ、あとくしゃって笑う顔とか、もう全部が本当スタッフさんの愛情感じてて、わかります、うん、私も癒されておりました、うん、ありがとうございます、うん、じゃあマイマイにマイマイちゃんにマイ言いづらいよね、ごめんね、聞きたいんだけどあのお母さんから見てやっぱマオマオちゃんのどんなところが可愛いなって思いますか。あでもやっぱりあのお母さんのことすごい好きでいてくれるところ、なんか本当に可愛くて、あこういう子いたら可愛いんだろうなっていう、運動会でも結局はねえお母さんのところに行って、魔王様かなり悔しそうでしたけど、あのお話とかも大好きなんですけど、家族エピソードの中でこのお話とっても好きだったなっていうエピソードなんかありますか。でも運動会楽しくなかったですか。あの歌を歌ったじゃないですか、歌った温度そうみんなでそう本当に一緒に歌って、だって源田さんが私びっくりして、そうだった歌ってくださって、なんならやっぱり魔王がアップのところあったから、やっぱ源田さんメインでやっぱり声がだって隣だったのね、一緒に音頭を歌った時に、これなんだろうと思いながらこんなことあっていいのかなって思って、それで言うと私なんか源田さんと今まで現場ご一緒することもいろいろあったんですけど、やっぱりこの作品が癒しすぎて、なんかその雰囲気がまたちょっと普段と違くて、そんなに、だって私と違うんだ。私源田さんになぜかわかんないけど、子供の頃足早かったですかみたいなよくわかんない質問を送っちゃって、家族らしい質問っていうか、なんかこう娘スイッチみたいなのがあったんですかね。そしたら源田さんもなんか嬉しそうに答えてくれて、かつみんなに質問してくれてたよね、なんかさ、ね、してくれてたね。じゃあなんか一人ずつみんな足早かったかどうかって言って、端から源田さんがそんな現場でみんなの足の速さ聞くなんてことあるって思いながら、すご
った。確かに。一人ずつ端からね、あ、なんか中の下でしたとか。中の下。早い方でしたみたいな。表現方法も様々で。すごかったよね。ね、だからこそより一層ね、家族の優しい楽しそうな雰囲気っていうのがとっても出てましたよね。よかったよね。いやでも魔王様が、あの、二人きりになった瞬間だけ、ルルンって呼び捨てにしてるっていうのを私大好きで。かわいいよね。魔王様。魔王様、いいパパすぎるな。家事とかも手伝ったりとかさ。ちゃんと食洗機に入れる前に弱いのすごい。細かいよね、ちゃんとそういうね、描写もね。やっぱりこの家族って癒しだな、敵ながらあっぱれって思ってもう毎回家族がどんどんこうあったかい雰囲気に包まれて毎回癒されておりました。お二人からじゃあこれ最後に、あの、姫様ってどんな印象ですかね。あー、姫様の印象。ずっと叫んでるって感じですけど、でも白石ちゃんが本当にすごいなと思ってて、結構もう本当にさ、いろんな声色だったり、もお芝居の仕方だったりとかも本当にさ、ジェットコースターみたい。確かに。なんだけど仁王立ちで向かっていく姿が頼もしくて。仁王立ちだった。そっかー。あのセリフ量もそうだし、スピード感とか緩急とか、それがなんかどんどん愛くるしくなってて、ありがとうございます。どんどん大好きで嬉しいですあ、普通に喜びたいありがとうございます、本当に。ではですね、あ、まだ行けますか、まだ行ける。あ、じゃあ、その源田さんのとご一緒させていただいた時のエピソードもう少しお聞きしたいんですけれども、そのママと魔王様の二人のシーンの時とかって源田さんはどんな感じでしたか。なんか源田さんもやっぱりやりたいんだろうね。うん、そうでしたね。すごいなんかこうちゃんとお芝居して寄り添いたいっていうのをすっごい感じて、だからなんか掛け合いしてる時もすごく楽しかったし、あとなんかちょっとあの魔王様優しいから笑ったりするシーンとかも本当はなんか怖く聞こえていたいけど、源田さんの中では優しさが出ちゃうからっていうので何回か撮り直しをしているのを見て、あ、源田さん普段からきっとすごく優しくていい人なんだなっていうのを分かります、感じてました。でも本当源田さんへのディレクションって言えば、殺すような感じで、そうそう言われてたよ。でもその対象がマオマオちゃんだからそう、でも殺してくださいのずっと聞いてましたよ ね。そうですね、ね、確かにやっぱマオマーちゃんどうしても可愛いから優しく普通にまな娘としてこう愛したいっていうの思いがやっぱ源太さんから溢れてましたよね。なんか愛が溢れてましたよね。わかります、それも感じてたし、でもあのやっぱり家族のシーンは家族だけで撮ってたりとかされてたんで、あの皆さんがどういう風にあのそのシーンを演じられたのかっていうのは、私はあの実際放送を見てから知ったので、あ、こんな素敵な家族いいなって思いましたね。すごい楽しかった。ものすごく可愛く締めましょう。お願いしたいです。はい。ゲストのお二人にいろいろお話聞かせてもらいました。はい、じゃルルンさんが、歌われていた、6話の挿入歌、優しい世界の子守歌をお聞きいただきましょう。どうぞ。
ジオの時間です。明日は明日の風が吹く Be alright, be alright うつむいてた日々も愛おしい。お別れの時間になりました。お二人とも本当にこうちょっと痛々しい感じでお話を聞いてしまって本当にすみませんでした。でも本当素敵なお話をたくさん聞かせてくださってありがとうございます。ちゃんと中原さんは現場でご一緒とかって今まで過去に作品とかではご一緒したことがなくて、なかった、うん、で今回も収録はほとんど別だったので、じゃあ地獄だったね。現場もいっぱいあってるから、ね、普段の白石さん知ってるんですけど、そうじゃないんだか、よく頑張ったよ。ありがとうございます。本当に良かったね。しかも、うん、前回その中原さんにお世話になった時、アベマさんでの生放送も私、うん、拷問を受けながらほとんど多分中原さんの前では私常に拷問を受けている人。確かにそうだったね。大変だ。大滑りの瞬間を見ててでも大丈夫、今日も可愛かった。もう優しい、ありがとうございます。素敵でした。さんのように優しい、ね、ありがとうございます。とっても楽しかったです。温泉プレミアム会員の方が聞くことのできるおまけコーナーでは、私が無茶ぶりのテーマトークに挑戦する拷問テーマトークをお二人に見守っていただきながら挑戦したいと思います。すごい、またこっちでもやるんだね。そうなんです、私がまたまた拷問を受けさせていただきます。こちらもぜひ聞いてください。ではお二人にはおまけコーナーもお付き合いをいただきますけれども、リスナーの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。では中原さんからお願いします。はい、今日は本当に可愛い白石さんが見れて、私はすごく楽しかったです。なんかルルンさんとマーマーちゃんのお話とか、ゲンダさんの話とかたくさんできて幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ひなたさんお願いします。はい、いやでも本当に何だろう、この作品のあったかさだったりとかっていうのが現場もそのまんまで、それこそこの、ね、白石ちゃんが一生懸命頑張って全力でぶつかっていく間に、スタッフだったり私たちだったり見てるみんなもなんか応援したくなるというか、なんか同じ気持ちになれるこのね感じがラジオからもね伝わってきて、私自身もすごく楽しかったです。もう本編のマーモーちゃんもとってもね可愛く、皆さんがスタッフさんがね描いてくれてるので、私も放送見ながらいつもニヤニヤしております。そんなお話もできて嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。次回もなんとゲストさんが来てくださることになりました。エクス役の小林千佳さん、父ちゃん役の伊藤静香さんが来てくださいます。それではまた来週もお楽しみに。お相手は白石遥と中原舞と日高里奈でした。バイバイ。この番組は集英社国王軍第三騎士団の提供でお送りしました。